あ、どうもす。今回ですね、はい、やってまいりました。汎用の目印2ということでね、流線鏡編、よくわかんないけど、あ、まあ、来ましたね。やっていこうかなと思います。はい、ということでね、まず性能解説、里場竜太1000人、ついに来ましたよ。大量消しの速射、しかもニャロロの目印。あー、もう強いね。あ、強い。早く暗部竜と、暗部竜と組ませてね、早く使いたいですね、ということでね。はい、次が、流線人青年期かな？うん。必殺技が、全消しのサボり、自分のプニーが出やすくなる、フィーバーゲージが溜まりやすい。これどうなん？マジで。わかんねえんだけど、これ。これわかんねえんだけど、フィーバーに入ることにおいては強いかもしんない。強いかもしんないけど、どうなんだろう、これ。なんか、流線人ループみたいなやつ流行んのかな？だとしたら、なんかあれだな。だけど、まあ、可能性はあるよね。ワンチャンだけど。あとね、次はクローン黒竜ですね。HP 回復と、これ新スキルですね。自分のデカプニ消すと攻撃力が上がる。で、デカプニを消して HP 回復する。攻撃力が上がるのがどれぐらいかわかんないけど、まあ、上がり幅次第では強いんかな。わからんけど。めちゃめちゃかっけえな、これね。いいっすね。次は、川柳エルドラゴンですね。エルドラゴン、懐かしいな。妖怪3のイメージあるわ。全消しボナ玉生成。溜まった状態でスタート。デカプリに受けして自身の技ゲージ溜まる。これ地味に強いね。これ地味に強いよね。これ、ダブ追加縛りでワンチャン使えるんじゃねえかななんて思ったりするけど。あと、まあ、周回？あ、わかんないけど。滅流とかの周回でもしかしたら使えなくはないかもしれない。周と一緒に組ませるとかはありそうですね。次は、千人見習い平井心ですね。デカプニの技ゲージを多く食べる。必殺が残った、必殺使った後に技ゲージが少し残る。デカプニを消すと自分以外の技ゲージが溜まる。うん、まあ、技ゲージが残るという点はね、いいんだけど、スキル2がちょっと1と2の組み合わせがあんま良くないかなって気がする。正直、デカプニ消すと自分の技ゲージが溜まるの方が、まあ、ワンチャン使えたかなって感じがするかな。うん。で、次が、弁慶ですね。弁慶が全消しで、1体攻撃の、なおかつ3種類のプニを整理、自分のデカプニが降ってくる、ダメージを受けた時に技ゲージアップ。まあ、これどうだろうな。豪傑の速射がいないからな、ほとんど。芝大樹ぐらいしかいないからな。まあ、あとは、あ、誰だっけ、学校外、まあ、ぐらいか。ちょっと整理技って点が、なんか気になるところであるけど、まあ全く使わないってわけじゃなさそうかな。うん。次、超覚醒激ドラゴン。すべてのプニを消し、一体攻撃の、自分の代わりに、ボーナス玉が降ってくる。まあさすがにね、もうこれ、ぶっちゃけた話言うと、Z ランクはね、ホロライブ以外は基本ね、あんま強くないんでね。ということでね、回していきましょう。確率は確か 0.6 と 0.8 かな？あ、0.6 と 0.8 だね。今回どうなんだろう、武道会の難易度。前回めちゃめちゃ高かったけど、ということでね、回していきましょう。まあ何年回すか正直まだ決まってはないんだけど、まあとりあえず10連目。ああ、金カットか。まあ金はないか今回は。うお、誰だっけ。テラミンか。かわいいね。そこテラミンであれよ、お前。T だす、どげ。さあ、20連目。いや、どうかなーマジで。赤かったか。赤は相性悪いなー。せめて秘伝書。出ない。神経源氏玉。ということで、30連目。どうなんだろう。今回、速射持ちだけど、ワンパンできたりするんかな。そしたらめちゃめちゃ楽なんだけどな。OK! 虹来た。いいね。初虹です。まあ、止まるのは確定だよね。まあ、これ、デュータだったら、まあ、終われるな。うん、デュータだったらめっちゃいい。ああ、弁慶か。まあ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 、特殊能力が強い可能性は平気であるんで、全然 OK です。まあ、まあ、30連でとりあえず弁慶一体か。ここの豪傑って何入るっけ？あれ、なんか入ったっけ？あの、豪傑の間。ダメだ、覚えてね。はい、40連目いきましょう。まあ50で止めるか一応。いや、金か。金はちょっと可能性低いな。まあダブゼの可能性はあるんだけど、トリゼウルゼとかなると金はやっぱ可能性低くなるよね。さあ50連目か。いや、ちょっと待って、何も出ないな。びっくりするぐらい何も出ないな。弁慶以外。いや、ははははきついな。
いやぁ、3のラスボス来たわ。もうちょっとで技レベルマックスな剣について。じゃあ、あと、猛獣レマンスか。ちょっと頼むわ。なんか出てくれねえかな。初日攻略したいっちゃしたいからな、普通に。最近初日攻略できてないからね。やっぱ、したいけどね。お、虹来た。いや、ワンチャンあるかな。あ、まあ、金もあるね。あー、メガドギガース。寿司磁場覚醒。お、止まった。オッケー。あー、デュータだったらめっちゃいいな。デュータ。エルドラゴンですね。はい。まあ、とりあえず60連で、ダブゼ2体かな。まあ、悪くはないでしょうってことだよね。まあ、一旦終わりにしますか。はい。まあ、特殊能力が今回使えればいいんだけどな。確か横取り超アップだから、まあ、普通に使えそうであるか。まあ、OK です。はい、ということでね、本日以上になります。ご視聴ありがとうございました。それでは。